関口より嬢さんの書は16センチです。お願いします。はい、色揚げまだ食べてませんので、どの声も柿色なんですけども、柿色、色を無理やり上げてしまいますとみんな赤くなって質が分かりづらい声もいます。まあ実際これ写真とか動画なんで質のことはなかなか分かりづらいかもしれませんが、色が薄いほど紅が厚みのある声の方が質が良かったりしますので、実際このようにです、動画なんですけども、まあ見ていただいて雰囲気は分かるかなと思います。実際近場の方はですね、結構実はこれあんなに見える方はありますけども、まあ、あまりすくったりはしません。池の上から見てくださいというようなことでですね言っておりますけども、じゃあ実際に過去にですね、実際見に来られた方がですね良くなってチャンピオンを取っている方っていうのはまずないんですよね。この声どの声だったっていうのが実は本当にあのチャンピオンを取っている声がたくさんいてですね、何とも言えないんですけどもね。さあこの声、ほっぺたにエラのここですね、強烈な墨、背中に墨、質抜群の墨がついております。どうなんでしょうか。はい、太みなどはこんな感じでですね、小さいですけどこの目幅、背中の幅、尾っぽの幅の太いものを選んでおります。元黒はないですが、ほっぺたに墨がある。このほっぺたの墨っていうのはかなり今後ポイントになってくるんじゃないかと勝手ながら想像ですけどね。今回のコメントはあまり、お聞きにならずにピンときたものを選んでください。はい、よろしくお願いいたします。